100万円を1日で使えと言われたら何に使いますか？使い切ってください。いや、そんな夢のような話を、難しいですね。逆に100万円もらえたら普通だと貯金するってなってしまうので、1日で使えて、そう、贅沢、東京都内の高級ホテルに行ったりとかするようになったんですけど、その100万円でスイートルームでルームサービスをいっぱい頼んだり、クラブラウンジっていうのが高級ホテルとかではあるんですけど、そのクラブラウンジのバーとかでお酒をたくさん飲んだり、それで100万円使っていきたいなって考えました。長年付き合った彼氏とのエッチのマンネリ解消法は何ですか？マンネリ解消法、シチュエーションを自分たちで決めてエッチをすると盛り上がりますね。医者と看護師とか、教師と生徒とか、すごい盛り上がる。で、他にはやっぱずっとホテルとかじゃなくて、まあ外でやってみたりとか、車の中でやってみたりとか、場所を変えるとなんかいつもと違うような高揚感が味わえて、私もマンネリを解消しています。大きな一物をくださいと男は願うものですが、女子的にはどういった一物が一番理想ですか？やっぱり男の人だとやっぱ大きいのがいいっていう感覚やっぱあると思うんですけど、やっぱり大きすぎても入らないし、結構そういうことするの苦しいっていうのもあるので、やっぱり大きすぎず小さすぎずの普通のサイズで、長さはやっぱり短めよりは長めの方が私は好きかなって思います。で、太さはまあそうですね、細い方がいいかなとは思います。結構太いとそういうエッチとかするときに大変な思いをしてきてるので、まあ太いよりはまあ細い方が、まあそういうことはやりやすくなるかなとも思います。はい、というわけで女子部屋でした。冬香とお友達になってくださる方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと質問もお待ちしておりますね。